Lozano, Mecha, Esotea.日曜日にオケット町のオケクラフトに行ってきました。何を買ってきたかというと、新しいトレーです。お父ちゃんも使ってたあのトレーがもうボロボロなんで気になってたんですが、新しいのを買いました。お父ちゃんのから開けてみようかな。ちょっと大きめです。じゃん、持つとこがついてるんですよね。まあ、あの来客、まあ、来客なんてないんですけどね、ほとんど。お茶ね、ポンと出すのにも使えるし、まあ我が家ではこれはお父ちゃんの晩ご飯用のトレーにしようと思ってます。今まで使ってたのとほぼちょっと大きいかな、新しいやつが。もう余裕で、あのオケクラフトの大きいお皿も乗ります。今日からこれ使おうと思います。で、私のね、オケクラフト行った時になんか抽選があって、この鶴になんかちっちゃいカードが挟んであって、なんかなんと 10% 割引が当たってラッキーってなりました。嬉しいですね。で、これが私の晩ご飯に使おうかなと思ってるティートレイって書いてあるけど、ちょっと大きめかな。作りですね。手触りすごくいいです、お父ちゃん、私。で、これは、処分しようか、ね、これ多分これニトリかどっかで買った安いやつなんです、ね、あのいつか使うだろうと思って置いてたって多分使わない。もう処分しちゃいます。じゃあ、新規一点新しいトレーで、美味しい晩ご飯を食べたいと思います。オケクラフトの帰りに温泉行ってきたんです。オケト町に勝山温泉ゆうゆうっていう温泉があって、そこで温泉で使ってきました。で、そこの売店にこんなちっちゃいね、ぼっちゃんかぼちゃっていうのがあったんで買ってきました。ハロウィンなんですよね、じゃあちょっとかぼちゃスープを作ろうかなと思っています。ではでは。かぼちゃね、2つ買ってきたんですけど、1個だけまず使ってみて、もう1つはまた他の料理に使おうと思います。今日はこれ1個使って温かいスープを作ります。まずはね、1回洗って、キッチンペーパーで包んで、そうですね、レンジにかけてから皮
皮を剥こうと思います。まずキッチンペーパーで包みます。包みます。乗っけて500ワットで5分ぐらいかけてみます。かぼちゃをレンジで温めてきました、ね、電子レンジ便利ですね。レンジのない生活しようかなって思ったけどやっぱり無理ですね。よいしょ、よいしょ、大丈夫ですね。おお、あ、なんかもうこのままでこのままで食べても美味しいような気がします。かぼちゃが柔らかくなるまで大体15分ぐらい煮込みます。はい、かぼちゃがだいぶ柔らかくなりました。でブレンダーがあればね、ここでジューッと細かくしたいんですけど、もうブレンダーだいぶ前に処分しちゃったのでミキサーにかけます。これ自家製のイタリアンパセリ乾燥させたやつです。ちょっと入れますね。なかなかいい感じにできてます。美味しそうにできました。濃厚です。
で、かぼちゃのスープです。以上。はい、父ちゃん、どうぞ。どう、新しいトレー、かぼちゃスープ作った。ミルクの方が強くない、これ。ミルクも入れて。かぼちゃのあれはなんか。かぼちゃの色はしてるのかな。うん、まあかぼちゃの味はするけど。でもそんなたくさん牛乳が入ってる。食物繊維たっぷりやつ。モンブランにね、もうちょっと綺麗に可愛くモンブランにしたらいいさ。辛いやつ。辛いやつ。これが、うん、チーズはいらん。あんまかけすぎたら辛い。辛い辛いって辛いよ、そんな。ケチャップの味が消える。よっしゃ、よっしゃ。あ、疲れさん、疲れさん。今日から新しいトレーを使ってます。なんかいいですね、雰囲気。お疲れさん、乾杯。今日はチャンネル正論を聞きながらいっぱい飲みます。政治とか経済のニュースが好きです。私もちょっとタラスコチョコと言うかな。あそこ苦手なんやけど、ちょこっと。父ちゃんいっぱいかけてんだよな。で、私はパルメザンチーズをかけます。父ちゃんはね、パルメザンチーズはかけない人なんですよね。美味しいのにね。昭和の喫茶店のスパゲティです。おいしい。定番の湯がき焼きのブロッコリー、ちぎっただけのレタス、ちぎっただけのレタス、ごちそう、ごちそう。かぼちゃスープはね、明日の朝飲もうかな。うん、うん、お疲れ様でした。乾杯。来週も頑張ります。うん、うまい。